日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。水月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。はい。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。はい。おもれき425回です。425。はい。ケリーさんのね、街を走っている鉄道のね、大手私鉄、そうですね、うん、特急列車、古いタイプの特急列車が引退するんですよ。なんでそんな急にマニアックな話なで、それに連れが、はい、友達が乗りたいっていうので、オレンジ色のやつね、うん、付き合ってあげたんです。なんでやねん、その、なんでその恩着せがましいので、それがさ、その車両の一番最前列、あの先頭車両とかでね、真ん中の車両の一番最前列ね、だから座席番号で、もう一番のとこね、はいはい、そこに座ったのね、ドアの横ってことね。でもその列車に乗る人の9割は鉄道ファンなんですよ。それは何、営業列車じゃなくて？一応営業列車。あ、そうなの、うん、さよならなんとかみたいなのじゃない、うん、とかではないけど、まあ一般の人も乗れますが。いつの定期列車？臨時列車だけど、はいはいはい、別にそのなんていうの、限定した人しか乗れないとか、はいはいはい、そういうわけではなかったんで。限定、そりゃそうでしょ。で、一番ね、当日ペロンって乗れんの？いやいや、前もって予約してるもんね、うん、全部友達任せだったんですけど、はい、一番前に座らされたわけよね、はい、じゃあ 1AB みたいな感じ。そうそうそう、うん、したら目の前壁でしょ。そうよね。あとドアがあるでしょ、うん、あっちこっち、あっちに行く車両に行くドアのデッキのね、うん、で、はい、今ってああいうさ、デッキに出るドアって自動ドアじゃない、うん、で、もう乗ってるのが9割てっちゃんですよ、うん、もうずっとね、その電車に2時間乗ってたんですけど、ドアが閉まらないんですよ。あー、落ち着きがないと。もうみんなうろっちょろうろっちょろして、ドアが閉まって、開いて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 って、はい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 、じっとしろよと。しゃあないやん、そういう列車なの。全然くつろげないんですよ。くつろげるわけないじゃん。おお、あー、ちょっとし、1分閉まったことなかった、2時間。開けといたらいいやん。それもできないじゃん。で、開けたらうるさいんだな、デッキのね、音がね、うん。もう、なんでそんなとこの写真撮んのっていうような、もう、それも一生懸命撮ってましたけど、もうなんかそれで使くたびれましたね。ああ、そうですか。うん、あれ保存しないのかな。しないでしょ。あのケリーさん鉄道はそういうのしないね。しないしね、保存。あんなの別にいっぱい走ってたじゃん。いや、過去はね。うん、まあ今減ったね、減りません。まあ今のね、新型車両乗るとね、全然乗り心地違う。あれなんかどっちかっていうと結構ね、リクライニングも悪いしさ、そうそうそう、結構狭いしさ、決して喜んで乗ってないでしょ。その帰り最新車両に乗って帰ったんです。あ、楽で、そらそうでえ、もうついちゃったのぐらい、うん、確かにさ、 JR さんでもさ、特急列車乗ってさ、あの旧国鉄型のさ、うん、車両だとわーって最初見たときは懐かしいとかって思うけど、うん、入った途端なんか古って思って、幻滅しちゃうときあるね。それはまあしゃあないんだけど。まあね、で、そう、昭和に走ってたの随分減りましたね。なんで、うん、なんですか、鉄道に興味終わりなんですか。電車乗るの好き。電車は乗るのが好き。うん、あんまり車体とか意識したことないけど。椅子がいいかとかっていうことがやっぱ気になる。車窓楽しいから、うん、なんかそんな感じ、動く景色が好きですね。まあちょっとその、てっちゃうじゃうじゃはちょっと、ね、あの写真撮るとことか、殺伐としてるじゃん。ちょっと邪魔とかさ、なんか言って。まあ、そうなる前に、こう、まだ世の中が平穏なうちに、こう、そっとお別れを告げるようにしてください。
連れの方にそうおっしゃってた。それはそれでしてるの。それはしてんの。それはそれ、これはこれ、あれはあれ。そんなのちょっとお葬式みたいなもんなんだから、やっぱり静かに厳粛にやらないと思うのが、わちゃーってなったもんで、嫌でしょ。うじゃ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 言いまして疲れましたわ。いや俺も絶対行かないわあんな。さあ水無月さん、話題は変わりますが、おもれきの首都はどこですか。愛知県。何を言っとるだ。そんな古い話したらいかんて。越前の国福井です。それ副首都でしょ。あ、そうか、東京です。で、副首都が福井県です。あ、そうでした、はい、今回は福井県にまつわるの、まつ…言えなかった。まつわる話です。お、はい、福井県特集ですよ。福井…福と…副首都特集。はい、東京まだ準備できてませんので、ああ、そうですね、ちょっと福井を先に、紹介さ、あの福井特集を福井県の皆様に向けて、おめでとうございます。はい、福井県の皆さんよろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ今回はですね、いっぱい聞いてんだもんね、福井。そうですよ、聞いてるかみたいなね。はい、あまりお便りいただいたことないですけどね。、はい、今回ね紹介するのは福井にゆかりのある方。福井にゆかりのある方、はい、慶太天皇です。はい、あのね、まあそうやけど、福井県って調べてて、福井出身の有名人って出てくると一番最初に出てくるの慶太天皇よ。それは年代順じゃないの。でもさ、そんな古い時代にも福井出身で絡んでるってすごくない？それどこだって絡んでるでしょ。いやー、でもいや、この慶太天皇ちょっと紹介していきます。福井といえば慶太天皇。そうですよ、慶太天皇なんか多分誰も知らないでしょ。だったらますます知ってもらわないといけないじゃないですか。啓蒙のために、現在の皇統につながる天皇ですからね。非常に大事な、あ、大事な天皇なんですよ。参考にしますのは歴代天皇総覧という、笠原秀彦さん、そうですね、中央公論新社から、はい、あの新社で新書本ですね、うん、これも結構おもれきでは重宝している本かな。あんただけでしょ。あ、そう。あ、だって水無月さんが読めって言ってこれ買って読む。あ、そう。いや、だって面白いでしょ、完璧で、わかりやすい。今ちょっと言語が変わって、うん、こう歴代の天皇を紹介する本って今いっぱい出てますけど、ね、うん、まあ、結構前からありますよね、この本は。まあちょい前ですけどね、うん、平成の中頃ぐらいからは確認される本ですね、うん、はい、これね、おもれきでは結構公認のおすすめです。いい加減なこと言わないでください。おもれきおすすめです。中央公論新社さんですよ、はい、絶対売ってますもんね、今ね、売ってるね、はい。慶太天皇ですね。名前ぐらいしかよく知らなかったんですけれども、うん、名前、本名は、大殿命だそうです。大殿ですね。はい、うん、年、いつ頃の人やってやるんでしょうね。古事記によりますと、うん、西暦485年。5世紀末。はい。日本書紀によると、うん、胤暁天皇39年。うん、西暦で450年頃かな、まあ、古墳時代の終わりの方やな、はい、うん、5世紀の人です。5世紀後半に生まれたっぽいですね、うん、で、お父様が彦星の大君という方で、はい、うん、この人は応神天皇の五世の孫、うん、五世孫、はい、うん、応神天皇の子供が、うんうん、若抜け二股の巫女という人なんだって、うん、この二股の巫女の子供が、うん、王ほどの大君、うん、その子供が王位の大君、うん、で、その子供が彦星の大君、うん、そして慶太天皇というつながりです、はい、うん、お母様は古姫。古姫。うん。古ですね。あの古ですね。神っていうしね。はい。
この古姫は、水仁天皇の7世の孫なんですって。うん、ああ、そうなんや。お母さんも。はい。水仁天皇から、うん、古姫までの、おじいちゃんの名前ずっとちょっと記してきたんですが、絶対読めねえじゃん。いろいろ調べたんですが、振り仮名がなくてですね、どれも。読めません。はい。で、水仁天皇の子供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 。はい。なんとかの御子と、なんとかの君の。おのおの、お父ちゃんも母ちゃんも天皇の子孫ってことですね。一応どちらもつながってるんですね。はい。で、もう現在この人たちは皇族とは言いませんよね。はい。まあ、ご生存だと、まあそうだね。もう王じゃないね。うん、今はね。今の仕組みで言うとね。うん、さあ、このね、時代ですね。5世紀後半から6世紀の初めぐらいかしらね。うん、当時の天皇、まだ天皇とは言ってなかったけど。もちろん。ブレツ天皇の時代なんです。ブレツ。はい。ブレツ天皇のね、後継ぎ問題がですね、大和で問題になっておりまして、大友の金村さんは、うん、ブレツ天皇の後継ぎとして、丹波の国、うん、桑田郡に、はい、忠愛天皇、うん、これ大和武尊の子供だよね。忠愛はそうかな。うん、の五世の孫、うん、こんなんばっかだね。忠愛天皇の子孫が丹波にいるんだって。うん、これがね、大和彦の王という人がいるんです。この人をブレツ天皇の、まあ、今風に言うと養子にでもしようかみたいな話だ、決まったんです。うん、で、大友の金村は、うん、大和彦の王を、迎えに兵を送るわけですよね。そしたら、はい、大和彦の王はその兵を見てびっくりして、ほう、真っ青な顔になって山の中に逃げて行方知れずになっちゃいました。ああ、本命の人が、うん、自分殺されるんちゃうかぐらいに思っちゃったわけね。とんでもない腰抜けですね。行方不明になっちゃうのよ。出てこないんだよ。うん、はい。なので、この大和彦の王の候補は失敗に終わります。ダメだと。その次に候補に上がったのが、大殿命。うん。ですね。大友の金村は、情け深く。ほう。親孝行な人柄がふさわしいと考え、物の部の荒かび大村寺、個性のお人、なんだっけ、この大海、うん、と相談して合意を得ました。うん、大村寺ってなんだっけ、軍事の、まあまあそうですね。物の部家は代々そうですね、軍事の。大臣と書いて、大臣は政治の方？まあまあ、政治とか財政とかですね。大友の金村は何なの？大友もまあ、大臣とか、大友、まあ大友もでもそうだよね、軍事のお家ですね。うん、大友さんとか、物の部さんとか、この頃よく出てくる名前だよね。まあまあまあ、古代の名族ですね。ねえ。はい。で、印の旗を、かざす。天皇家の旗？印の旗。うん。って書いてあったんだけど、みこしを整えて、福井県、越前の国の三国に迎えに行きます。うん。三国って福井県の三国だよね。ああ、三国って。東尋坊の近くでしょ？そうそうそう、京福じゃないよ。今なんだっけ？越前鉄道か。京福鉄道って言わないの？京福じゃないでしょ。福井県はもう変わったじゃない。あ、そうなんですか？第三セクターになって。あ、そうなの？終点がね、三国港って駅がありますね。ありますね。行ったことあるよ。うん、はい。に迎えに行きます。うん。うん、で、大殿命は、堂々とした天使の風格で迎えたそうです。うん
で最初はね、死者の申し出に疑いを持ち慎重な態度を取ったそうです、うん、で大殿命の軍神河内の馬飼の帯との河内の馬飼の荒子さんと荒子、はい、まあ河内の荒子、馬飼の荒子さん、荒子さんがこの大和川と大殿命の間を取り持って、うん、大殿命がじゃあいいよ大和へ行くよと説得したわけですね、受け入れてもらって大和に行きました、うん、で大和に来たものの、うん、何度も即位するのは辞退するんだって、うん、だけど大友の金村の熱心な口説きによって申し入れを承諾して楠葉の宮で即位します、うん、楠葉の宮は大阪府枚方市、葛葉っていうね、これも京阪電車に駅がありますね。あ、そうですか、うん、ちょうど京都と大阪の境目ぐらいですね。大阪と京都、京都府と大阪の境目、ギリ大阪です。大和じゃないでしょん。え、そこ大和の国なの？違うよ。あ、でもまあ、え、大阪府枚方市って書いてあるよね、うん、大和じゃないね。大和に行ったけど、いや入れないでしょ、なかなか大和に、うん、でこの即位したのは西暦507年頃、うん、日本書紀だともう57歳ぐらい、うん、古事記だと30歳ぐらい、20歳ぐらい。ああ、そんなに違うんだ、うん、ちょっと年齢はね。ああ、生まれた時期はね、うん、なこの頃のはちょっといい加減というか、だいぶ脚色入ってますからね、うん、はい、ともかく6世紀の初めに即位します、うん、で皇后、奥様ね、うん、皇后は田白家の姫巫女、うん、これは仁建天皇の姫巫女、皇女で、ブレズ天皇からすると妹にあたります、うん、だからこれ慶太天皇は、うん、天皇家の血としてはだいぶ薄いんだよね。それはまあご清掃ですからね。 その間全然入ってないから。でも奥さんは今の天皇家の血が濃いんだよね、このブレズ天皇とか、はいはい、うん、ブレズ天皇のお父さんが仁建天皇なの、だろうから、うん、だからその間に生まれた子はいい血筋だね。まあそうやね、一応まあまあ男系では一応かろうじてつながってるけど、まあ女系ではかなり濃い天皇の血が入ってるね。でもさこんなさ古墳時代とかにさ、うん、5世の孫とか7世の孫とかさ、わ、うん、かんの？どういうこと？いや今だったらさ、戸籍とか辿ってきゃさ、うん、そんなご先祖様ってこれぐらい頑張ったら辿れるじゃない。まあそれはそちゃんと書類では辿れへん。逆にやっぱそういう先祖とか祖先に対する敬いとか思いっていうのは強いんじゃない。本当にもう5世の孫とか7世の孫なんていっぱいいるじゃん。まあいるしね、まあ実際他人だよね、ご清掃なんかね、うん、だって水月さんさ、じいちゃんばあちゃんのいとことかわかる？わからないね。自分のだって5代前の人の名前だって怪しいよ。うちだって父でしょ、父母でしょ、じいちゃんばあちゃんでしょ、ひーとかだよね、ひーのせいでひーじいちゃんばあちゃんひーひーぐらいでしょ、うん、うん、空の蝶ぐらいしかわかんないわけだから、うん、本当にこんな時代、本当に大殿命ってまあそういう議論はね昔からありますよ。あ、そうなんですか。慶太天皇に関してはね、はい、まあともかく、うん、家臣たちがこうやって決めてくれたんだから、まあね、そのまあ象徴シンボルですからね、まあ、まあね、そこはね、はい、うん、まあ、皇后は田白家の姫巫女ですが、うん、結構他にも奥さんいらっしゃいましてね。そうですね。うん、ちなみに、田白家の姫巫女は、欽明天皇のお母ちゃんです。
なるほど。携帯、そうか。欽明天皇は推古天皇のお父ちゃんですね。推古のお父ちゃん、うん、そうやね、聖徳太子のおじいちゃん、はい。で、他にですね、目の子の姫っていう側室がおりまして、うん、この目の子さんは安閑天皇、うん、仙家天皇を、うん、のお母ちゃんです。携帯、安閑、仙家、欽明だよね、うん、順番で言うとね、うん、なのでちょっとその辺も血生臭い匂いが、まあ安閑仙家なんかね、まあ、この時期こう皇統が分裂したなんていう説もありますよね。安閑仙家系とその欽明系に分かれたりとか、まあ一時同じ時代に天皇が2人いたりとかごちゃごちゃする時期ですね、うん、はい。他にね、若子姫は一男一女、うん、広姫は三女、うん、近江のイラツメさんは女の子一人、うん、関姫は三女、うん、大和姫は二男二女、うん、晴姫は一男二女、うん、広姫、もう一人広姫。広姫ナンバー2。はい、広姫二号は男子二人産んでいるそうです。大変子だくさんが。子だくさん、まあ、ね、奥さんも多いけど ね、 奥さんも多いけどね、うん。なんだろう、越前からも連れてきてないのかな。あね。ちょっとその辺は分かりかねますが、さあ、この携帯天皇の時代ですね。日本はですね、朝鮮半島問題に悩んでました。はい。日本での朝鮮半島での影響力が低下してきます。日本と百済、朝鮮半島にあった百済という国との交易は盛んでした。で、百済って国に美馬名があったの？いやいや、朝鮮半島の先っぽに、まあ、美馬名ってあるし、あったよね。あれは、あれ、本当に日本が支配してたの？まあね、その、どの程度かとかいうような議論があるけど、まあ、相当影響力あったっていうのは、まあ、最近の説ですね。定説、うん、で、その美馬名が4つの地域があったや、うん、美馬名の一部を、まあ、そうそう、百済に割譲あげるっていう。それもどうなのね、昔の感覚だか分かんないけどね、うん、まあそういうことをやってるのに対して国内ではちょっと批判的な意見があったんだけども、うん、それを抑えて、まあ百済に割譲、さっきのね、大友の金村が、まあ、この時百済から賄賂もらったんだなんていうのでごちゃごちゃしたりするんだよね、うん、まあね、美馬名は神宮皇后と応神天皇がね、うん、勝ち取った地域ですから、伝統ある、歴史ある土地を。まあまあ、伝統的にそのね、大和政権がまあ支配してた地域だというふうにされてますね。まあね、神宮皇后なんか赤ちゃん産むのを我慢して、そうですね。海渡ってくんだもんね。うん、まあでも、あげちゃうんですね。うんうん、さあ、そしてですね、西暦528年、うん、携帯天皇21年の時にはですね、祝いの乱が起こります。はい。これ、つくしの国の宮津子。そうね。祝いさん。うん。下の名前ない。祝いを。祝いさんでしょ。うん。祝いは、朝鮮半島との交易を通じて財を成し、肥前肥後、武前武後、文後、うん、などを支配下に収め、近江の毛那の臣、うん、率いる官軍の侵攻を妨害、うん、祝いに新羅からまかないが渡っていた。まいない？まかない？まかない。賄賂。賄賂ですね。うん、だから祝いは新羅とつるんで、うん、組んで大和朝廷にとに喧嘩売ってたの？まあ、百済と日本っていうのは基本で友好関係でしょ。ね、まあ、新羅がライバルで、うんうん、
で、まあ、この岩井っていうのがちょこちょここの百済と日本の通行の妨害したりで、もっとやれもっとやれって新羅からまあ賄賂をもらったりっていう話ですよね、うんうん、で、なんかある時は新羅が助けますよみたいなことを岩井に約束してたっていう話でね。はい、新羅の侵攻に伴う失った土地、湿地を回復すべく、うん、朝廷は 兵を三股に送ろうとしていたが、新羅岩井の連携によって妨害される、うん、まあ悪い子ですね岩井さん、うん、これを岩井の乱っていうの。あ、でこれを池田での起こって、そうそうそう、物の目の荒カビの大村寺を使わして撃っちゃうわけですね、うんうん、これがつくしの三井の三井の氷ってとこで戦うんですって、うん、どこわかる氷なぁ、うん、どこやったかな、ちょっと調べてもらってこれでまあ岩井をやっつけて地方豪族の反乱はちょっと落ち着くのかね、まだ不安定要素って抜け取りきれないのかね。ああ、まあだからね、うん、この時期ってほらこの大和政権のその権威というか、うん、今までずっとつながってきた高騰が、まあ、途絶えたりとか、うん、ごちゃごちゃっとする時期ですよね、うん、もともとだからつくしの祝いなんていうのももともとほらやっぱり朝鮮に近い場所でちゃんと力権威があった人だけど、まあまあ成り行き上こういやいや今まで大和政権にこう従わざるを得なかったわけですね。朝鮮半島からと大和と同じぐらいの距離かね、大和の方が遠いのかね。いや遠いぐらいでしょう、思ったら朝鮮半島と付き合ってた方がね、まあ、伝統的にやっぱり近い距離ですね。だいたい今の久留米あたりみたいですね。久留米のあたりだ。そうすると岩井さんは九州の北側を、まあ、まさに九州、今の福岡県あたりを中心に支配してて、だから朝鮮半島とも近いし、もともと日本の中では先進地域なわけじゃないですか。そうですよね、うん、ちゃんと明確に国の支配権があってなってなかったら、それは都合のいい方と付き合うよね。うん、まあそうだしね、うん、そんないい加減な天皇に従いたくないよって話でしょうね、うん、どこの誰か分かんないよって、ね、そんなのどこの守りか分かんないですから、うん、そうすると携帯天皇だって信用を得るのに大変なわけだね。まだここでバシッてやっとかないとって話だよね。そうですね、うん、まあこれが携帯天皇がね、うん、こう行った政治としてこう記録に残っているものですね、うん、でも携帯天皇どこに皇居があったかと言いますとですね、うん、507年頃に最近も紹介しましたが、あの葛葉の宮、はい、これ大阪の枚方ですね、はい、で511年には、うん、つつきの宮ってとこに移ります、うん、これね京都府京田辺市に続き軍、昔続き軍って言ったよね。あ、そう。京田辺、京田辺のあたり。で、518年頃には、うん、音国の宮という、うん、現在の京都府長岡京市に宮を、皇居を移します。これもそうですね、音国軍って言いましたね、昔。あ、そう、うん。で、526年頃には、うん、岩れ玉穂宮に移ります。うんうん、これは奈良県桜井市、うん、やっと大和に入ってきた、うん、即位して20年ぐらいかかって本拠地が大和になります、まあ、ずっと結局外縁部大和政権のやっぱり中心地にはなかなか入れなかった。それはなんだ、そのもともとの大和朝廷側の人にも受け入れてもらってる。そんなどこの誰か分かんないやつを簡単にやっぱ入れられないし、うん、そういう中でやっぱり彼なりにこう例えば岩井の乱なんかで力見せていって、じゃあ受け入れましょうかみたいになってったって話でしょうね。うん、じゃあこの携帯天皇ってすごい人なの大きみとしてすごい人、まあ20年かかったからダメっちゃダメかもしれないけど、まあ時代の流れ的にはさ、まあ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 、まあ、そこで諦めずにまあこうやって頑張って実績積んでいって最終的には受け入れられたわけですから。でこの携帯天皇の
血筋が、うん、今日の天皇家の血筋なんだよね。うん、で、まあ、この辺りから、まあ、ほぼちゃんと記録が残る正しいっていうか、うん、まあ、ある程度実態に即した記録が残ってるから、まあ、これの以前はね、ちょっと怪しいとことかもあるし、うん、まあ、携帯の前が本当につながってるのかっていう議論はないわけじゃない。今でもいろいろと議論されてますけど、うん、このさ、携帯天皇っていう名前は奈良時代に付けられた名前でしょ。うん、そうですね、ファンプッシュですね。だって、なんちゅうの、この携帯の系って継ぐっていう意味でしょ。まさにそうですね、国体を継いだという意味ですから、うん、まあ、まさに切れた糸を繋いでるっていう意識は、まあ、古代からあったわけですから、まあまあね、あながち全然やっぱり関係ない人ではないんでしょうね。うん、うん、まあ細い糸でもやっぱり天皇の血筋っていうのは繋がったんでしょう。うん、なんか欽明天皇とかになると仏教が入ってくる頃でしょ。欽明朝の時代はそうですね、仏教が入る時代、ね、また何人かちょろちょろちょろって変わって、うん、聖徳太子の時代になってくる、うん、ちょっとそれの前の前の時代ぐらいの。そうですね、538年が仏教伝来ですから、本当に直前ぐらいですね、亡くなった時期が。はい、携帯天皇ですね、崩御されたのが古事記では527年、うん、日本書紀では531年か534年ではないかということですね。うんうん、まあ、530年頃には仏教はまだ知らないまんま、そうやね、538年ですから、はい、うん、在位は25年、うん、はい、古事記では43歳で亡くなった、はい、日本書紀では82歳で亡くなったんじゃないかと。だいぶ違う、だいぶ違いますね、うん、倍違いますね。はい、三島の愛の三笹に葬られました、うん、これは大阪府茨木市にあるそうです。うん、死因はですね、政変で殺害されたんじゃないかという説があるそうですね。あ、そう、うん、だからこの奥さん系が、あ、関係なのかね。まあ、この後ね、安官選課長って結構ね、さっき言ったように口頭が分かれたりごちゃごちゃしますから、安官だから目の子姫系統と、うん、田しらかの姫巫女系統のそのね、バックにまた大友氏が小野部だ蘇我だっていうのが絡んだりして、まあごちゃごちゃっと、して金明天皇で安定してくるのかな。まだくすぶりはあんのかしらね。だから朝鮮の影響力も弱まる、うん、でその天皇の皇統もなんか怪しいみたいな、うん、ちょっとちょうどそのハザー界の時期ですよね。なるほどね、うん、もっと分かってくるのかな今後もこの辺って。ねえ、まあ考古学的な発見でどれだけこれからね裏付けられていくかって話でしょうね。うん、なかなかもう紙で何かっていうのが出る時代ではないから、ないですもんね。うん、古墳調べればわかるかも、なんか資料が出てくると、まあまあまあ、ね、いいけどね。天皇陵なんかのね、発掘が進んで何か具体的な資料が出ればまたはっきりするかもしれない。ちょっと期待したいですね。うん、はい、福井県特集でした。福井県特集。はい。携帯天皇。はい。まあ確かにね。いや、福井の誇りじゃない。だって今の天皇家のご先祖さんも福井出身なんだよ。まあ少なくともここからはまあ一度もね、怪し、まあ、切れてないですから。福井県あってこその今の天皇家ですよ。ああ、そう。福井がなかったら今ないよ。ああ、うん。銅像見たことある？銅像じゃないよ。あるだってね。結構なんか。うん、僕も気持ち悪いんだけど、あ、このね、なんかちょっとね、なんか怖いよね、あの顔と頭のバランス悪いよね、頭でガチの、あのね、福井のあの、なんかなんだっけ、山の上にありますけど、これどこ、福井の山にあるんですか。アスワーさんだっけ、なんか、うん、福井市のちょっと外れのとこに、アスワンハイダムとかあるとこ、それはエジプトですね。はい、うん、さあ、お便り参ります。埼玉のカルバンクさんからいただきました。カルバンク、はい、今回の国勢調査、5位とは残念でした。
首都とはいかなくても副首都くらいにはなれるかと思っていました。しかし貴重な13人のうちの一人として番組の広報、メールの送付に頑張りたいと思います。私自身、今興味があるのは和宮の婚礼道中記です。取り上げていただけたら嬉しいですといただきました。はい。福井県ね、首都どうも副首都というのもございませんのでね。はい。福井県？埼玉県。失礼しました。埼玉ね、ああ、そうか。埼玉のカルバン、はい。そうですね。埼玉。はい。違いますのでね。陰性までは言ってたんですけど、ね。はい。また、第3回の国勢調査で頑張っていただきたいと思いますが、和宮の婚礼道中記ね。ちょっと前からは興味あるんだけど、あ、そうなの？晴天をつくでさ、はい、血洗島の人たちもさ、はあはあはあ、なんか、その婚礼道中のさ手伝いでありました、ね、なんかてんやわんやしてたってなって、そういうのって全然知らないから、ちょっと興味ある、興味は湧きました。中山道通ってきますからね、和宮、うん、ちょっとなんかできないかなってちょっともう考えておりますので、まあ気長にお待ちください、うん、さて続いてデメさんからいただきました。デメ、はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんばんは。国勢調査の回を聞きました。まさかの首都陥落、ショックです。そしてなんだか愛知に対して冷たいお二人にもショックを受けました。うん、はい、前回11月にお便りをしたのですが、その後また育休をいただいており、またまたポッドキャストが溜まってきました。第2子が、ね、できて無事に出産をしました。おめでとうございます。ありがとうございます。国勢調査でダイレクトメールを送った際、お返事をくださったのはケリーさんでしょうか。頑張ってと言われてとても嬉しかったです。ありがとうございました、うん、コロナ禍で、妊娠、出産、入院ということで第一子の時とは全く違うお産でしたが頑張りました。こういう返事をちゃんとするのはケリーさんですので、それ返事したのケリーさんですよ。はい。ところで、大河や朝ドラなどで妊娠出産のシーンをよく見ますが、エコーはいつから使っていたんだろう。妊娠何週目とか出産予定日とかいつからわかるようになったんだろう。いつから自宅じゃなく産院や病院で産むのが主流になったんだろう、などなど、現在の自分が妊婦検診を受けたり出産をしてみて疑問が湧きました。ケリーさんのネタ帳の中に妊娠出産の歴史はありますか？なければぜひ加えてくださいと、うん、また話は戻りますが、前回と今回おもれきの国勢調査に参加できてよかったです。話題になった増列車の回もリアルタイムで聞いていたので、もう7年も前かと驚きました。そりゃあ私も母になります。いつか子供たちが古墳で段ボール滑りするようになるまで続けてほしいですといただきました。はい、はい、デメさんもね、結構古くから、だいぶ古くから聞いていただいて、昔からね、お名前は、はい、覚えてます。私たちより先に結婚して子供までできて二人もんじゃって、ね、幸せになったけどね。ありがとうございます。出産の歴史だって、妊娠出産の歴史だって、みなずきさん、家で生まれたの？産婦人科で生まれたの？病院です、ね、僕も病院ですね。いつ頃からなんだろうね。なんかエコー検査とか最近の感じだよ。エコーはそりゃもう、うん、ここ数十年の話でしょ。平成ぐらいの話だよね。うん、うん、どうだろう。だってでも僕産婆さんとかいたけどね。いましたよ、僕らの頃も産婆さんでっていう人もいましたしね、産院、うん、昔は産婦人科なんかいっぱいいたけどね、あったしね。どんどん潰れちゃってるじゃん、閉めちゃってるじゃん。あ、そうなの。うん、だって産科って儲かんないの？だってリスク高いでしょ。あ、そうなの。だってなんかその処置がうまく、なんか悪くて障害が残っちゃったとかさ、そういうので
訴えられたりとかさ、なんかそういうのってリスク高いからやりたがらないっていうのは昔言ってたよね。その多山、多子多山の子ね、だっけ、昔はたくさん生まれてたくさん死んじゃった子供ね、時代と違って今ってほら合計特殊出生率が 1.4 ですよ、うん、今、うん、一生のうちに女性は、日本人女性は 1.4 人しか産まないんだよね、うん、うん、だから次産めるかどうか分かんないんだもんね、と思うと。なんかね、そうなんよ、へー。ケリーさんが生まれた病院もうないよ。あー、うん、私もない、ね、ないでしょ、うん、だから子供が継がないんだよ。あ、まあ、子供も減ってるし。まあまあそうやね。だって今80万人ぐらいしか生まれないんだよ、日本人って。そうね、うん、だってあの団塊の世代なんか全国に同級生270万人いるんだよ。めちゃくちゃ多いもんね。だって今年、去年今年生まれてる子、全国に同級生80万しかいないんだよ。3倍以上違うんですからね。これコロナ禍でだいぶ減ってるしね、うん、あ、そうなの。減ってる。巣ごもりでなんか楽しみがないからそういうことするっていう話を聞いたことあるんですけど。いやでも控えてる人の方が。あ、そうなの。実際データ的にはよ、そのだんだん徐々に減ってきてるんだけど、うん、去年、昨年コロナ禍になってからガクって、うん、ちょっと減り方ちょっと大きくなったんです、うん、まあ ね、ちょっとね、今までの日本の歴史上体験したことのないこの50年ぐらいですよね、うん、でもね、韓国の方がもっとひどいんだよ、子供生まれるの。うん、難しいね、うん。中国だってそうでしょ、一人っ子政策やめたんだもん。やめたよね、うん、だって結婚しないもんね、みんな、うん、だって楽しいこといっぱいあるじゃんね。半分しないわけでしょ、一生そりゃ生まれないよな、まあ、ポッドキャストあるとそんなことしてる場合じゃないですねそうなんだ、はい、ね、あの子育てね、頑張ってください。息抜きにね、おもれきまた聞いてください、はい、さあ続いてね、ガルトさんからいただいております。ガルト。はい。はい。ちょっと文章長いのでね、ちょっと、割愛させていただきますが、はい、大正時代の歴代内閣の終焉の理由や経緯の回を、紹介した回は面白く拝聴しました。はい。ガルトさんは、ちょっと今、在宅介護、ね、をされていたそうで、おもれきがかなり癒しの時間になったということですね。うん、はい。ガルトさんもね、以前、送っていただいた方ですね。メールね。うん、私、覚えておりますね。いろいろといろんな本読んで、ね、勉強されているようですので、また面白いネタがあったらですね、はい、紹介していただけたらと思います。はい。はい。ね、家族介護も大変だもんね。はい。さて、もう一丁。地図さんからいただきました。地図。はい。ケリーさん、水月さん、いつも楽しい配信ありがとうございます。国勢調査集計ありがとうございました。楽しかったです。アメリカがランク入りとは、もう世界のケリー、水月ですね。江戸、越前、アメリカ特集楽しみにしています。今までの放送では大黒屋光太夫の回が好きで、繰り返し聞いています。井上靖の本も読みました。吉村明も読もうと思っています、うん、はい、映画では尾形健さんのロシア語の巻き舌がうまかったですね。よく放送の中でケリーさんがどこかの地域に行ったことがないとおっしゃるときに、ケリーさんがえ、マジで?と演技なのか本気なのか驚いておっしゃるのが、ツボです。またやってくださいといただきました。またやってください。はい、大黒屋光太夫、だいぶ前ですよね。いつの話やねん。おもれき中期の名作ですね。中期、どの辺が中期わかんない、ちょっとね。どれが後期、どれが中期か。400超えてるとね、
どの回でね、どの回に何喋ったかちょっと全部頭に入ってませんが、ないですよ、ね、やったのは覚えてますよ。マジで、うん、ね、うん、僕ね、この尾形県のね、おろし屋国スイムタンね、うん、見たことないんですよ。そう、で、見たいんだけど、レンタルビデオ行ったらあんのかな。あるでしょ。で、DVD で売ってないんだよ。嘘？そうなの？なんかプレミアついて高いの。へぇ、うん、で、買えなくって、見たことないんです。はあ、うん、見たいんです。ただね、おろし屋国スイムタン、昔 NHK のラジオドラマでやってて、はあ、それを聞いて覚えてるんですよ。へ、内容はあんまり覚えてないけど、白夜みたいなの体験したみたいなことを喋ってるのを記憶にあるの。歌舞伎かなんかってものもやってたでしょ。ますます見ないですね。うん、なので、ちょっとね、映画見てみたら、ネットフリとかにもないじゃん。じゃないの？ないの？ないの。で、ネットフリックスって、はあ、なんか超有名な、ほら、トラさんとか、うん、そういうのがあるけど、やっぱ80年代、90年代の映画って、あんまりないね、邦画系って。はあ、うん、なんか、まあそれでも楽しくいろんなの見てるんですけど、うん、もっとちょっと見てみたいとは思っております。はい、今日はここまでにしましょうかね。はい、はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。